J1 残り10試合、残留、優勝、目標は違えど勝ち点の積み上げが絶対必要条件の2チームが秋の京都で激突します。2006 J リーグディビジョン1第25節京都パープルサンガ対浦和レッズの試合、京都市西京極陸上競技場からお送りしてまいります。今日の解説は去年まで名古屋グランパステクニカルディレクターの上田ジムさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは早速 J1 の順位表を確認しておきましょう。今日西京極に迎える浦和レッズは現在2位、優勝争いを繰り広げています。ガンバの試合は明日行われますので今日追いついておくということが必要になります。一方京都パープルサンガは現在16位、 J2 との入れ替え戦圏内ということになります。それでは京都のここ5試合の戦績です。前回のホームの試合1対0で FC 東京を破りましたが千葉には惜しくも敗れてしまいました。スターティングイレブンです。今日は中山宏樹、それから渡辺大吾が J1 初のスタメンということになります。 3-5-2 システムを今年初めて変えてきました柱谷浩一監督です。続いてアウェーの浦和レッズです。ここ5試合の戦績白星が目立ちます。現在3連勝中です。浦和のスターティングイレブンです。前節ワシントンが負傷しました。今回の遠征には帯同していません。田中のワントップ、シャドウ的にポンテと山田が入ってくる形になるんでしょうか。日本代表スターティングイレブンの中で7人います。そして今日はリザーブには元京都で期限付き移籍中の黒部輝明も入っています。今日の西京極一周独特の雰囲気、ひょっとすると赤のサポーターの方が数が多いかもしれません。しかし迎え撃つ西京極、紫のサポーターも負けてはいません。まもなく25節始まります。今キックオフです。右から左に進みます紫のユニフォーム、ホームの京都パープルサンガ、一方アウェー白と黒と白ユニフォームの浦和レッズは左から右へと攻めていきます。まず右サイド平川を走らせる浦和レッズ。今日の天候ですが京都は午後4時現在晴れ、気温は26度3分、湿度は 45% と京都にしてはカラッとしています。浦和レッズがボールをキープします。鈴木啓太、平川を右サイド走らせていきます。最初のシュートは平川でした。左足で打っていきました。今日の解説は上田ジムさんです。ジムさん、はい、今日は、2位強豪の浦和レッズを迎え撃つ京都なんですが、はい、システムを変えてきました。今年初めて 4-4-2 から 3-5-2 というシステムに変えてきました。このあたりの狙いですね。そうですね、星谷監督もその4枚で、そこでそのマークの受け渡し、それからそのやはり自分のところに来たら1対1を勝たなきゃならない、とそういうところでこう受け渡しのズレが起こるということをやっぱり一番こう嫌っていると、はい、そこで何かが起こるよりも1対1にして、そして確実にやっていこうというところだと思うんですね。その中でも見どころというか一番のポイントは中盤が同じように 3-5-2 なんですが、はい、どちらもトップ下、フォワードの下を作ってます。1人作ってます。ですからちょうどその三角形と三角形がぶつかり合う形なので、はい、そこでの動きで、ズレがどっちがズレを起こすかなというんですよね。さあ左サイド、今度は三上元レッズです。クロスを上げようというところ、三上拓也、サンガ不動の左サイド、今日は左のサイドハーフで入っています。一方レッズですが現在得点17ゴールのワシントンが出場できないということで、その他は大体前節と変わらないメンバーなんですが、どんなメンバーになってますかね。そうですね、今回の狙いは一番ね、先ほどレッズ
ゲルト・エンゲルスコーチ含めて、はい、そのブックバルト監督含めてちょっと話をしたところ、やはり、やはり小野伸二がいるとすごく収まりがいい、落ち着くんですけど、やっぱりそこの苦労はありますよね、ですからそこで の, そのマッチング含めてこう、いい状態をいつも探しているという、やはり一番いい選手を使っているというのがここの何試合かの流れだと思いますね。だからそれほどその固定というよりも、少しでもそのマッチの仕方が悪くと変えていくという点で、替えがたくさんいるということは非常に大きいことですよね。小野伸二が今日はベンチにいるというのは京都から見れば非常に羨ましい状態なんですが、さあトゥーリオ縦1本入れてくる、ここに反応する選手はいません。キーパーの西村浩二、右サイド渡辺大吾です。今日が J1 初スタメン、そして同じく J1 初スタメンの中山弘樹へとつないでいこうというところですが、サントス抜け出します。レッズボール、サントスアレサンドロ、こちらがブッフバルト監督です。45歳、浦和レッズの監督としては最長3年目となります。堀之内から抜け出している山田が折り返す、西村抑えました。そうですね、ディフェンスもトゥーリを含めて今のような形で、レッズもやはりこれは、日本代表のオシム効果といいますか、はい、本当にチャンスがあれば前にディフェンダーは後ろに残る必要はなくてというところなので、そこでやはり今のは残念ながらそのパウリーニョ、がちょっとサボってしまいましたね。そうするとやはりこう1人余った状態できますので、これレッズも同じことが言えるんですね、はい、ですから本当に一番自分の正面のマークをいかに捕まえられるかというのがポイントですよね。今日は斉藤大輔ボランチから右の渡辺大吾、1対1で勝負していきます。折り返せばチャンスになる、しかしクリアしていく浦和レッズ。今日1本目のコーナーキックになります。キックの位置には中山弘樹。橋渡監督は昨日の練習でしきりにセットプレーの練習をしていました。変化をつけるセットプレー、速いボール、低いボール、あるいはショートコーナー、どんなボールを蹴り込んでくるのか。これゴール正面、登りようが競っていった、ヘディングを合わせていきました。まずはオーソドックスに1本で入れてきました。今日の審判です。主審は東条さん、そして副審第4の審判、ご覧の通りとなっています。笛がありました。京都ボール、堀之内のファール。今日はピッチ解説です。ピッチ解説はミスターサンガ、現在サンガ普及部の野口博さんです。野口さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今ピッチからですね、このご覧になってどんな様子ですか。
ですね、やっぱり赤が多いなっていう感じですよね。本当にちょっと寂しい限りですけどね。ピッチレベルはね、はい、グラウンド1回入ったんですけども、かなりいい状態なんで、はい、お互いね、いいパフォーマンスを期待したいと思います。はい、野口さん、ピッチレベルから見えたことまたお伝えください。わかりました。そして今シーズンすでに京都パープルサンガと浦和レッズは対戦があります。第8節4月15日に埼玉スタジアムで行われましたが、この時は浦和レッズが3対0、まあ、前半は0対0で折り返したんですが、後半ワシントンの2ゴール、長谷部の1ゴールがありました。まあ、後半は圧倒的な力の差を見せつけられた形となりました京都パープルサンガです。さあ、エリア内に入ってきた浦和レッズ、山田、ここにしっかりとついていく。後ろから鈴木啓太、まあ、今のところ今鈴木啓太からのシュートというのがありましたけれども、サンガのプレーヤーたちも自分のマーク、マークをする、マックアップする。
く相手がよく分かってて、はい、比較的いいと思いますよね。やっぱり問題はその3人のディフェンダー、坪井、トゥーリオ、堀之内、この3人のうち誰かが上がってきたり、特にトゥーリオが上がってきた時にフォワード2人がディフェンスをする意識ということを持てるかどうかというところですね。今日は2トップパウリーニョと田原となっています。田原は久々4月22日以来のスターティングイレブンということになります。ボールは浦和後ろから倒してしまいました。中山ひろきです。早いリスタート。14番の平川、早いタイミングで入れてこようというところ、パウリーニョが走
さあパウリーニョが奪った。そうですね、こういうのがチャンスですね。ここで第2の動き、第3の動き。